ということで始まりましたインスタントジョンソン杉のトト予想第17回です。イエイ。長い。はい。さあ、ということでございまして第17回ですが、その前に第16回の成績を振り返ってみたいなと思います。第16回は、13戦中7勝ということでございましてね。まあ、ここのとこ調子良くないですね。裏目出ちゃって良くないんですけどもね。予想屋としてはこれは良くないですよ。はい。ビシッとやらなきゃいけないということも踏まえ、なんだかんだ言って今回17回の予想、徹夜になってしまいましてですね、昨日で。まあまあ、それぐらいの意気込みなんですよ、正直。はい。まあ、1600円で頑張っていきたいと思いますんで。さあ、それでは第17回の予想、いってみよう。第17回の予想はこちらでございます。ドンと出ておりますね。はい。さあ、それでは行きたいと思います。山形対川崎、山形ホームでの一戦でございます。はい。こちらです。山形勝ち引き分けにつけております。はい。川崎今4連勝中なのになぜ、勝ちにつけないんだみたいな声があるとは思うんですけども、まあ、こう今日6月の24日なんですけども、今日はですね、アジアチャンピオンズリーグの決勝が行われております。はい。またこう考えると、期間が短いっていうのとですね、あとまあ、山形がですね、怪我人もほぼ復帰し、本来の戦力に戻ってきているという部分があります。そして何せホームでございますから、前々から言ってますけど、山形のサポーター、これ癒されますからね。川崎もですね、アウェイに関してはですね、ここ2試合ですね、アウェイでの戦いは3対2、3対2と、まあ、勝ってますけども、失点があるんですね。はい。ホームに戻ると 2-0-2-0 とかで失点がないんですけども、ちょっとアウェーでの相性の悪さもちょっと出てるのではないかなっていう部分で、こういう山形勝ち引き分けにつけさせていただきました。さあ、続いての試合はこちらでございます。新潟対名古屋、新潟ホームでの一戦でございます。はい。こちらもですね、名古屋もまああるんではないかなと思いますが、まあじゃあ、まあまあまあ、新潟が今2位でございますからね。はい。今年の新潟は違うという噂は本当だったようでございますが、まあまあ、名古屋もですね、今日アジアチャンピオンズリーグやっております。はい。また試合間隔が短いですね、新潟に比べたら。そして新潟調子、さらにホームということもありまして、あの大観衆の中、新潟がバチッと勝ちを収めるのではないかなという予想だったりもするんですが、意外といけるのではないかなと思っております。はい。ここすごい悩みました。ここはですね、1時間ぐらい悩んでました。はい。さあ、続いてはですね、困っちゃってるゾーン行きたいと思います。困っちゃってるゾーンはね、こちらでございます。はい。 J2 でございます。徳島対甲府、徳島ホームでの一戦でございます。はい。まあ、徳島甲府にかかわらず J2 の試合に関しては今回困っちゃっています。はい。今日ね、J2 の試合もありまして、今日の試合うんぬんでいろいろ考えたいなっていうのも実際ありまして、まあ徳島対甲府に関してはちょっと難しいんですよ。困っちゃってるんですよ。はい。甲府がアウェーでの戦い方よくまあ知ってるチームでありますけども、徳島も5位につけておりまして、攻撃力がしっかりしておりまして、点を取る人、そして点を取るパターンをもう完全にもう出来上がってる状態のチームですから、これホームですけども、まあ甲府がどう戦ってくるのかななんて、まあ、あと怪我人がどう出るのかなとか、いろいろまあいろいろ加味しつつギリギリまで考えたいなと。さあ、続いてるのも困っちゃってるぞ。こちらでございます。横浜 FC 対草津。はい、こちらも困ります。はい。横浜 FC ですよ。ホームですね。まあ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 、調子が良くないですけども、まあ、たまにこう、パッと勝ったりするんでね。もう、呼びづらいですよ、このチームは。はい。で、対する草津もですね、はい。なんでしょうね、この、行ったり来たりの感じ。ね。安定感がある時とない時みたいなね。こういうの難しいんでね、草津にバッとつけちゃおうかななんて思ったりもしたんですが、これもね、難しいですよ、正直。はい。まあ、ギリギリになって考えたいなと思っております。はい。わかんないゾーンでございます。こちら。この J2、愛媛対鳥栖でございます。これ、愛媛ホームでの一戦、これわかんないぞということでございまして、はい。まあ、わかんないものはわかんないですけども、前回、鷲見先生がですね、またパシパシとやっていただきまして、外れと、言うてことでございまして、もうね、ずっと先生先生と言ってますけどね、こんだけ2回外したらもう、エスパー隅に降格ですよ、もうこんなりゃ。まあでもこの信頼感まだね、ありますから、やっぱり今日もね、やりたいなと思います。やりましょうよ。これやらないとダメでしょう。その黒ひげ危機一発でこう、パチッとまたね、今回も決めたいなと思いまして、鷲見さんお願いします、お願いしますと。頑張りますわ。はい、頼みますよ、ほんともう。これ、よもすよ、これ。ちょっとやり方をね、
一つ変えようかなと思っておりまして、今回予想してもらうその分かんないゾーンは、はい、ダブルを使いたいなと。ああ、分かんないゾーンで今までシングルだったんですけど、ダブルを使いたいと思いましてですね、まあまあ、じゃあこんな感じにしましょう。はい、はいはいはい、今回ダブルは違います。こっちトス、これがこれパシッて出たら1と0、1と0、はい、はいはいはい、それでこっちのトスのやつバシッて刺さっちゃったら0と2、0と2というダブルね。あ、はい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 、でこの真ん中のやつ、これ真ん中いつも引っ掛けのやつが刺さったら1と2というダブルです。そういう感じでいきたいなと思っておりますんで。信用なくしたってことですかね。あ、はい信用なくしたんで、これ確率上げていこうかなと。はい、さあ、それではですね、まずはじゃあこちら、愛媛1と0の方行きましょうね。1と0ですね、はい、はい、じゃあどこ行きましょう。その真後ろ、真後ろ、ああ、そうですね、の上です。ここでございますか。ああ、そうですね。さあ、行きますかね、はい、これで一発目で引くのがエスパースミでございますせーの、ドン、はい、大丈夫さあ、続いてはですね、こちら、こちらですね、はい、両、あの、勝ち、両方勝ちの方です。1と2ですね。1と2が、はい、あるやつです。はい、さあ、じゃあその斜め下を、斜め下、あ、そうですね、はい、そこ、ここですか。あ、そこです。ここ、はい、さあ、行きますよ。はい、せーのでいきますからね、はい、せーの、パー、あ、答え、おい、これやだドキドキするさあ、そしてこちら、はい、02ですね。トス、勝ち、引き分け。じゃあ赤の、うん、杉さん側で。赤の杉さん側、はい、隣ですね。ここですか。そうですね、そうですね、はい、寄ってますね、いいですね、はい、これ、ね、じゃあいきますよ、はい、せーの、あ、おいはい、じゃあこちらですね。その、ちょっと回してもらって、逆に逆に、はい、あ、その上ですね。上、はい、そこです。ここです。あ、はい、そこですね。じゃあ行きますよ、はい、出るかな、はい、ヒゲ、はい、あ、出たさあ、はい、ということでございました。赤が刺さったということは、あ、こちらだ、愛媛勝ち、引き分けになりました。さあ、ということでございまして、第17回の予想はこんな感じになりました。はい、今回は1600円で1等を目指しております。はい、今回はですね、ダブルで、スミ先生にお願いをしたので、まあ当たるでしょうと。もうこれを外したらですね、今度は自分でカチカチやっていこうかなと思ったりもするんですが、まあ僕はスミ先生を信じておりますからね。皆さんもスミ先生を信じましょうさあ、ということで皆さん頑張ってください。